ワンちゃん、ふみふみ絶好調です。朝なのに。おはよう、ワンちゃん。一回起きてね。ちょっとね、ソファーの方に行ったりいろいろした後ね、ふみふみ朝起きて少しいろんなことをした後、また眠いのでこうなっています。ワンちゃん、ワンちゃん、わかりやすい。ポンちゃんは最近毎日毎日お布団敷くのを待っているっていうよりも、昨日は意外とねじーっと見て待ってたんだけど、催促するんです。最近早く布団って、そう、布団敷いて、早く敷いて。そして敷くと足の上に乗って寝ますね。ポンちゃん足の間に入ってきて、片っぽの足に、あれは何だろうな、多分上半身乗せてるんだよね、ぽんちゃんね。なんか乗っかるとこがいるんだもんね。そう、で早く出してって言ったのね。そう、私早く寝るんだから、眠いんだから早く布団引いて。はい、おやすみ。あ、もう一回か。長い時は5分以上やります。ポンちゃん、かわいいの、ポンちゃん、かわいいの、ポンちゃん。ジャンくん、時間がまあまあ短かったけどいいんだもん。シャンクもなんか眠そうだね。なんか眠いのか。そんな季節なんでしょうか。うん、シャンク、そう、人間は起きる時間なので起きますよ。ポンちゃん大興奮。この紐のおもちゃはですね、ポンちゃんの6歳のお誕生日に、合わせてマオイママが買ってきた、猫じゃらしのうちの一つです。とうとうですね、この紐の、日本製の紐のおもちゃが開発されたようです。日本でも紐という意識が生まれました。国産紐猫じゃらし。あとでパッケージ、パッケージ捨てちゃったかな。はい。あとなんか中でシャカシャカ音がしてるね。そうなの。でもなんか工夫だとは思うけど。ダメ入り、柔らかい。あ、それをじゃあちょっと。紐の中シャカシャカ。はい。こういうものです。カシャカシャ、ひもじゃらし、いろいろ汗ぶる、約140センチひも、はじけるイエロー、これはカラーリングいろいろあるってことかな。そして日本製、ここ大事。はい、遊ぼう。あれ、あれ、ポンちゃん、はい、ごめん、シュリシュリ。で、こっちで遊ぼう。
ました。そしてジャン君ひも好きです。今はポンちゃんが暴れているので遠慮しているようですが、本当はひも大好きなのはジャン君の方でした。はい、ふい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 、はい、このひものタイプは多分ですね、もっとボロボロになってくるともっと喜んでくれるんじゃないかな。使い慣れてね、匂いがたくさんついてね、もういいな。はい、お昼を過ぎていますが、いや、まだお昼ちょっと前か。くつろいでいるお二人さん、ぽんちゃんはこの安価のね、ほかほかのとこにいますけど、後から来たジャン君はノートの上ね、こっちの方があったかいのかな。はい、やっぱり寒くなってくるとね、今日は暖房も入れてるんだけど寒いかな。ジャン君、いい感じですか？やっぱスルッと入りました。チェックしてるね。あまりにもポンちゃんがずっと入ってたからね。うん、今度はジャン君のものにしますか。ここ今日は珍しくね、ポンちゃんがね、うん、ずっとスリニャにいるからね。本当だ。いつもこの時間は宇宙船かおことなのに。こっち空いてますよ、ポンちゃん。ジャン君もさ、ちょっと入ってみたら。そうだね。なんかポンちゃんのものって思ってんのかな。まあ、だいたいポンちゃんが開拓してその後入るって感じだよね。うん、おこたもね、ポンちゃんがずっと入ってた時は全然入らなかったの。一番最初にでも入ったんだよね。うん、最初来てばっかりの時に一回入って、チェックはしに行ったかな。そうそう、ジャン君入ったと思ったんだけど、その後ポンちゃんばっかり使ってるのね、ジャン君。これで中で寝るかもしれないね。あれ、ポンちゃんお休み中ですか。はい、じゃあ挟みます。はい、や、
ちゃんくん。ちゃんくん、ちゃんくん。ジャン君。